台風18号は非常に強い勢力を維持して北上しています。南大東島は昨日午後6時から半日間の間、え台風の暴風域に入りました。台風が最も接近した午前1時過ぎ、最大瞬間風速57.6メートルの激しい突風を観測しています。台風18号はこの後進路を徐々に東寄りに変えて日本列島を縦断する見込みです。 明日午前にも西日本に上陸、また広い範囲で暴風域に入る恐れがあります。台風の接近する前から秋雨前線の影響で、東海から西の太平洋側を中心に雨が降り続きます。台風本体の雨雲が接近する夜になると雨が急に強まる見込みです。明日朝までに多いところで500ミリの大雨が予想され、土砂災害や河川の増水などに厳重な警戒が必要です。